やば、ガチすっぴんじゃん。ガチすっぴんなんだけどどうしよう。みんな助けて、ガチすっぴんすぎてどうしようかな。寝ない。ちょっと今からねお着替えします。お着替えはするんですけど、やばいやばい、ブスすぎてやってらんないか。だからお着替えしてちょっとだけ。私だけ出かけるんだけどさ。吉井さんめちゃキラキラありがとう。ガチスピも可愛い、ほんとめちゃ早くだけどね。アキさんあんたありがとう。吉井さんめちゃキラキラありがとう。カレンちゃん可愛いありがとう。今日早い、そうちょっとだけやろうと思って、ほんのちょっとね。キャラと結婚してありがとう。今起きた、起きてないよ。昨日より好きになりそう、ほんとすっぴんで。ハッピーガール新人枠19位、ほんとありがとう、ありがとう。ちょっとお着替えしようと思って、何の服着たらいいかな、面倒くさいから。リップあったらねまだいけるよね。ちょっとマスクすればねいいよね。キャクさん結婚して。じゃあちょっとだけ結婚してあげる、少しね、少しね。ありがとう。うささおちぽんぬん、ほゆうさん星ありがとう。あちゃさんキラキラありがとう。マリケンヤさんあんたありがとう。ギャルがすっぴん大丈夫、大丈夫だよ。いそうかちさんなみそのままコンビニに行きません。さとさんキラキラありがとう。皆さんグーグーありがとう。これ一応とお揃いのパジャマで、え、ちょっとよく決めて、あれします。お洋服決めて、少し結婚イエイ、少しだけだけど1分ぐらい。夜否定しない、ギャル否定してますよ。うん、ちょっと待っててね。ヨセビーさんボブショートボブ好き、ありがとう。ちょっと私お着替えするって。少々お待ちくださいね。でも最近お洋服がなくてですね、本当にびっくりするほどねお洋服ないんですよ。よくなくってですね、びっくり仰天なんです。本当に洋服なさすぎてやってらんないんですよ。皆さん聞こえます？皆さん洋服ないんですよ。私どうしたらいいと思う？洋服買わないと、洋服なくてどうしよう。なんかダサい洋服しか持ってないからさ、どうしようかな。本当にどうしちゃおうってぐらい、どうしちゃおうぐらいなんです。どうしましょう、どうしよっかな、本当にどうしよっかな。ジュリエッタテン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 、少々お待ちくださいね皆さん。どうしよっかな、服がなさすぎてダサい服しか持ってない、どうしたらいいのわからない、どうしよう、めっちゃダサい、どうしよう、めっちゃダサい。トレックめっちゃ、ちょっと待ってねみんな、ごめんちゃいね、ちょっと待ってね、本当にちょっと待ってね、ガチでごめんだから。ちょっと待ってね、やばい、服装がダサすぎてやってらんないかも。
過去一ダサい服装してるわ、ひびき。過去一ダサい服装しちゃってるから本当にやだ。おらい格好、おらい格好のふりかな。いやいや、結構変な格好してるわ、どうしよう。でもよくさ、今洗濯全然できてなくてさ、あの、ないんですよ、どうしよう。てんてん、みそかちさん、ハートありがとう。ビジュアル的には上だけあればしてます。まあ確かにね、違う、今日誕生日しよう。あ、そうなの。あら、まあ、キャロットキラキラありがとう。うんよー、こっそり行く、振り返ってきてやばすぎ。猫ハートありがとう。せっかくない、いつでも OK、 せっきないよ。くまれパパラブありがとう。あ、そうじゃん、今日 2.5 期さんの重大発表あるのか。そうじゃん、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 待って待って、そうじゃん、そうじゃん、見なきゃ見なきゃ見なきゃ、めっちゃ見なきゃ。待って、この私が今着てるズボンさ、やばいやばいぐらいね、なんか臭いんだけど、どうしよう。なんか押し入れから持ってきましたみたいな匂いします、本当に。どうし、みそかちさん、あた、ありがとう、ありがとう、かわいい、ありがとう。ちょっとやっちゃうかい、オッケー、ほんと日中国見て気になったんですけど、ひーちゃんギャルギャルじゃないし。で、MOTT アンネさん、ハートありがとう。かいまちさん、かわいい、ありがとう。服装がちょっとダサすぎてやってらんないから、今してる、ちょっと見たいんだけど、ちょ見たいんだけど、ちょ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 見たいからさ、ちょこんな時にさ、ショールームするもんじゃないかな。めっちゃ普通にさ、ごめんなさいなんだけどさ、ええ重大発表って 何ね、本当に本当に何。ゆういちさん、グーグーありがとう。猫神ありがとう。え、待って、服がちょっとダサすぎるから、ちょっと本当に嫌だかも。ちょっと待って、臭いは赤いよな、ほんまにやばいぐらいね、やばいんですよ今。え、結構えぐいから、てて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 僕の太陽、人差し指空に向けて立ち付けよう。白い雲がもやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ。僕は味方さん、ミッキーさん、神ありがとう。ぬわいさん、ラビュー。ダサい、臭い、エグい、すげえ。私最悪だよね、まだ始まってなかった、お待ちください。あ、そうなの、まだか、まだならいいか。言ってね、ショールームもそんなちょっとしかしないから、また夜しますけどね、まだ夜しますよ、また夜するから。これはもう今ちょっとだけ、ほんのちょっと時間あったからしようと思ってやっただけ。ヒートテック1枚かと思って。違います、これヒートテックじゃないです、普通の服です。下ヒートテック着てますから。でるでるにゅんにゅん、マスカラまた変わった、そう、わかりました。こやないよ、こやないよ、全身タイツないよ、全身タイツないよ。結婚して投げてて本当、返事はごめんなさい、さっき少し、あ、配信始まったって、マジ、ちょっと待って待って、見たいんですよね、これさ、配信切った方がいい、どう、あとちょっとだけできるんだけどさ、ね、どう、んー、どう、切った方がいい、切った方がよかったら全然切るんだけどさ、だ、本当だ本当だ本当だ、ちょっと見たいよ、私もちょっと見たいんですけど。あ、今私はちょっと開いたんですよ、開いたんです、始まりましたね、記者会見みたいな感じですね。
ひびきさん、かわいい、ありがとう。こっち、ありがとう。ね。さあ、10分ぐらいだよ。結婚ネタ。陽動は難しいかと。ね。あ、チャラちゃん、暑いちゃん、暑い、あっちゅう。あっちゅう、あっちゅう、あっちゅう、あっちゅう。結婚ネタで、陽動は難しいかな。てんてんてん。舞台でよく思うけど、毎回最後、ありがとうございました。から吐けるの早すぎますえ、なんか最初さ、ほんとなんか前なんかあんまりそんなに長くいないでって言われた覚えがあったから、日々結構早く吐けてるんだけど、思ったよりもみんなゆっくりだったから、ちょっと最近ちょっと遅めにしたんだけど、なんかね、遅めにしたんだけど思ったよりみんな長くて、そう、もうみんな長いから、あ、まだいいんだみたいな感じでした、はい、そうなんですよ、びっくりびっくり。うんうんうん。じゃあ月で買い物して実際もやってきた。待って、ひろたのひろたのお付き合いどう、実際はマジで行ってたよ。エレナもめっちゃ行ってたよ。そこしか行かなかった、逆に本当にもうマジでそこ、私もうずっと行ってたよ。マーメニーつってカフェどこ、え、どこのファミリー送ったカフェ、ファミリー送ったカフェ、え、いつ送ったやつ、ファミリー送ったカフェ、あ、あれか、浅井か、あれは、あそこあそこ、あそこなんだっけ、名前なんだっけ、なんだっけ、エクスシングス、エクスシングス、エクスシングスだ、エクスシングスっていうお店だよ。美味しかったよ、めっちゃ。何か組手組毎回寂しいんですけど、え、そうなの、じゃあゆっくりするね。さっき来たパジャマ一番思ってなんか、そう、一応とお揃い買ったもん。今更響きの滝行見てちゃんと画面直すと、滝行じゃないし山だし、待ちきの間エレナ、そう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 、ミラークルさん、こんばんは、こんばんは。悩んでいた、体感ひーちゃんしてきたって、そうだよ、体感ひーちゃんしてきたよマジで。それはこの間も言ったしね、私帰って実家帰ったら絶対行くよ私。はい、さキラキラありがとう。にゃんさん、こんばんは。ちょっと服装がダサすぎるけど、まあいいことにしよう、普通にそんな遊びに行くわけでもない。ほまがまがまうんわ、こんばんは、悩んでいた、なんでもないわって、なんかめちゃめちゃに服装ダサいけどどうしたらいい？どうしたらいい、めちゃめちゃに服装ダサいんだけど、どうしたらいいかな。こう男の子みたいな服装してるんですけど、もう私男の子かな。長崎市トークできるか欲しいき、ユンキで長崎市の子連れてきて、長崎市の子わかんないからわかんないよ。ゆうみのお付き合いに探し願いしてるものなくて、ひろた、まあ月山まで来て、マジ？ゆうみ、ひろたは遠いんやん。もう響き、ひろたばっか行くからな。でも最近は
ハスボも結構変わりましたよね。変わったよね。もう帰ったら何かしら変わってるもんな。びっくり。めっちゃ川ミラさん、お誕生日だとありがとう。長崎っぽいか服装絶対違うでしょ。ヒラがすっぴん地味服装は貴重だなって。広島でオンラインの話兼あったりとって応援してきて楽しい。嬉しいよ、グニ、ありがとう。めっちゃ楽しそうね。女の子だと思ってました。女の子です。いや、かわいい、ありがとう。レイちゃんとどころじゃないよ。どこじゃないよ。どこじゃない。手少ないよ、これほんと。いっか、ロコポコさん、神、ありがとう。なんでオータンさん、ラビュー。ロコポコさん、神、ありがとう。ひちゃ、可愛いから服出さいとか関係ない。ほんとよかった。でも、この服は可愛いんですよ。この服自体は可愛いんだけど、な、今日、響きは合わないっていうね。てってん。すっぴんでさ、ちょっと出かけるのどう思いますか。ちょっとすっぴんやばい、まあ、言うてすっぴんでいること多いんですけど、メガネとかかけちゃったらもっとなんか地味に見えちゃうね。悩んでいたってひーちゃんの仕方はもう男の子だ。なんで男の子じゃないし、女の子だし、女の子だし。ちょ、でもなんかこれちょっと嫌かも。ひぶき、ちょ、着替えますわ。どんな着替えんねんって話だよね。もういいよ、着替えるのは。感じでしょ。なんかこうやって毎回着替えちゃう。いや、これもダサいな。どうしよう。ダサくて悲しい。こっちでいいか。こっちにしよう。無難無難。無難すぎる格好。無難ですわ、これが一番。よいしょ。これが無難でした。これにします。長いね。もうね。5回ぐらいちょうどいい。これがいいですね。あります。これがちょうどよかった。これがもう楽です。もう全身黒、全身黒がもう当たり。オンラインで話したいね。響きと話そう。響きと話そうよ。めちゃキラキラ、ありがとう。私は自分イエーイ。まあ、ハーキーマンダさんに似てる。どういうこと、どういうこと、わかんないな。お色直しの時間、お色直しの時間で。めっちゃすっぴんだけど、どうしちゃおうおーって感じなんだけど、まあ、いっか。これ中心に塗って、ああリップがどう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 だだだだだ。え、 2.5 さんのやつ見たいんですけど。ボブが好きすぎるのでボブにしていいちゃん以前にましてラブイの。え、ほんとプチファッションショーしました。朝目は何が撮ったんや。免許欲しいのも言ってないよ。オールしたから。今日5時ぐらいまで起きてたから5時に朝メール送りました。そうなんです。でも大阪に住んでたんですけど、どんどん18になる。ありがとう。あつぶたなビューって昨日県民賞見てたら私タンプ食べてねえ、あったらしいですね。見てないな。ひびきチャルチャキラキラ、ありがとう。可愛すぎる、ありがとう。よしじゃこんばんは。おいしいキラキラ、ありがとう。くまちゃん、ありがとう。ではね、そろそろ、あ、ちょっとユーなんかお電話かかってきちゃったんだけど、ちょ今ショールームしてるんだけどな。撮るの、これ撮っていいやつ。たーしー
まだ今ショールームしております。うん、そうするよ。はーい。あ、生電話初めてですよね、皆さん。うくくく。じゃあね、夜もするので配信。こんなつまらない配信をしてしまって申し訳がないんですけど。いやー、ゆなだりビューってこんなね、ちょっとしょうもない配信しちゃったんですけど、あの夜ね、あの配信またするから来てください。今日今も夜、いや確かに今も夜だね、今も夜、確かにね。また、まあ、いつもぐらいの時間に多分するから見に来てね。え、レイブプロジェクト 2.5 期さんのやつ見たいのでちょっとね。じゃあまた後で会いましょう。おめえ、このねつまらない配信で来てくれてありがとう、みんな。ありがとう。一回配信でも感謝伝わってすごい。本当夜もすっぴん、うん、夜もすっぴんだよ。また後で皆さん来てください。来てくださると嬉しいです。では男女読んでいくね。では13位キャニー、12位佐藤さん、11位スーくん、10位キャロット、10位 MRTT あやねさん、8位オグリン、7位くまねパパ、6位ショウさん、5位猫、4位あちゃさん、3位ゆういちさん、2位よしんぞうみさん、1位は小山内さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。意外とおもろかった。ほんま、ほんとよかった、よかった。そうやっていただけて少しでも来れてよかった。ありがとう。こっちのことじゃあちゃん、ありがとう。また後でね。ありがとう。今まで一番私それは絶対にないからじゃあまた後でね、バイバーイ。ありがとうございました。バイちゃんも。